高評価、チャンネル登録、お願いします。今、チャンネル登録していただくと、いいエンチャントがつくかもしれません。オンクラ。こんにちは、オンリーです。はい。今回もこちら、オンリーもチートがしたい企画でございます。はい。まあ、今回はね、誰が見てもチートだと思います。早速、ツールを作っていこうかなと思ったんですけど、このワールド、ちょっといつもと違いまして、最近ね、まあ、なんか普通にワールド作って、普通にハードコアサバイバルとかしてるんですけど、今回、まあ、ジャングルにこんな地形ないと思うんですけど、アンプリファイドの世界に来ております。まあ、簡単に説明すると、ボッコボコの世界です。はい。高低差激しいし、もう一番高い、陸に関してはあんな感じで、200とか限界高度まで、まあ、陸があるような、そういったワールドでございます。そして、まあ、今日のチート何かと言いますと、一旦ツール作ってみましょうか。はい。とりあえずね、いつも通り、ツールを作ります。ツールを作りました。はい。このツールを持ちながらしゃがみます。光った。という感じです。はい。しゃがむだけで、最強のエンチャントがつく、そういったワールドでございます。チートです。いや、でもね、なんか、今回高低差がすごいんですけど、なんか防具にもなんかつくらしくて、いきます、ポン。はい。防具にもちゃんと、チートがつくらしいので、あ、幸運もついてますね。みんな好きでしょ、チート。もう使ってて楽しいからね。ウィンウィンじゃん。やるしかないやん。はい、はい、はい、はい。で、ちなみにこれも、しっかりつきます。こんな感じで。ダメージ増加、幸運、効率強化。ダメージ増加つくんだ、これ。幸運、シルクタッチはつかないみたいだね。よし。今日はね、この金ピカピカなツールを使いながら、エンドラを倒していきます。そしてね、久しぶりのアンプリファイドなんですけど、昔ね、アンプリファイドでエンドラ討伐っていうのを普通にやったことあるんですけど、いや、アンプリファイドね、すっごいパソコン重くなるんですよね。だから今日も、いきなりね、落ちるかもしれない、普通に。で、あ、そう、さっきも言ったけど、防具にもエンチャントがつくらしいので、そこを確認したいけど、あ、スイカだ。スイカ一瞬だったんだが。いや、マジでアンプリファイドね。歩くのがだるい。歩くのが本当にだるい。まあ、ネザーは普通なんで、ネザーに早く入りたいところではある。あー、やばい。幸運が強すぎて、窮地しか出ないでしょ。お、村ありますね、近くに。近くに村があります。砂漠だと思うんだけどな。いやー、村があるって言ってもちょっと、見晴らしが悪すぎる。村見つからんな。一応村はあるね。これいつも最近というか、なんかずっと使わず嫌いというか、すごい便利な機能を使ってなかったんですけど、こんな感じで下に、ブロック、だけどブロックじゃないみたいな。ブロックにも機能がある系のブロック。こういうかまどとか。よいしょ。かまどね。これはかまど。今これはかまどがね、白色なんですけど。で、この中にベルっていう選択肢というか、ここか。ここベル。ベル。これがあることによって、近くに、あれよ、村があるっていうのが、わかります。はい。これはどっちだろう。あれ、村っぽいな。村行こう。オッケー。いや、アンプリファイドすごいでしょ。もう今、雲と同じ高さぐらいだよ。いや、単純にね、なんか、エリトラ使って、エンドラ RTA とかね、結構海外の方がね、こういうアンプリファイドを活かした企画をされてるんですけど、なんか変わったことしたいな。せっかくだから、クワも作るか。はい。最強のクワ。早すぎ。なんかゴールも見当たらない気がするな。これね、なんかシード地によって結構ってか、シード地のシードをそのまま生かしてる感じだから、もしかしたらゴール埋まってるとかそんな感じなのかな。まあ、他に何かあるわけでもないっていう。海行くか。海からネザーに入りたいと思います。よいしょ。ダイヤモンド見つけてダイヤツールをピッカピカにしたりっていうのをしたいんですけど、そこまでチートではなかった。今回。ジャングル最初に見えてきたのはいいけど、あ、見てあれ、ほら。なんかジブリに出てきそうな感じの。ジブリ見ないけど。この辺に鉄とか露出してないかな。してますね、いいですね。
この辺提供いただけますか。なんかたまに見に行きたくなるような感じの凄さ。このアンプリファイの修繕。元からエンチャントついてるのはどうなるんだろうな。そうだ、これか。束縛の呪いをつけてしゃがんでみる。あ、ダメだ、そうだ。手持ちにあった状態でだ、そういえば。やっちまった。束縛取れないじゃん、これ。死ぬまで取れないじゃん、これ。ハードコアだもん。やったなぁ。やったな、お前。とりあえずシャベルを踏んでみたら。あ、なったわ。ちゃんとなった。はい。で、これは剣がドロップ増加3。めっちゃいいじゃん。ありがたやーん。これか。で、ちゃんと、こうしてしゃがんでからね。ダメージ軽減、修繕、耐久力、やばいな。で、これも、しゃがんで、はい。で、しゃがんで、はい。ピカピカです。今日はピカピカです。いや、フル金装備絶対弱いでしょ。何作ったの？たまにね、ドロップ増加10とか、とんでもないのついたりするんですけど、いや、そういう方がね、実は嬉しかったりするんだけど、まあ、今回は、規定の範囲内ということで、しょうがない。そして、マグマ溜りの音がしません。オッケーオッケー。で、さあ、もうアンプリファイド要素が薄れては来てますが、よいしょ。行きましょう。ネザーイン。さあ、ネザーインしました。デルタに歓迎されております。要塞や反要塞はないようですね。いや、これ、どうするのがいいんだろうな。とりあえず、歩きますか。とりあえず歩いて、あ、こっち側に要塞があるみたい。要塞だけあればいいかな、正直。今日はね、まあ、オーバーワールドに結構変化があって、ネザーにはそんなにないわけなんですけど。あ、全然ダメージ食らわない。別に今足を滑らしたわけではないですよ、決して。何も見えないな。と、要塞を発見しました。やっぱりあった。一応とつる。とつって、汎用塞だな、問題は。ドロップ増加の剣あるし、エンダーマン買ってもいいかなと思うけど。さあ、おそらくドロップ増加3の剣。ブレイズロッドが一瞬で集まるでしょう。はーい。お邪魔しますー。びっくりした。なんか来てる。なんか来てる。いや、さすがに落ちないかな。ブロッドットが2本です。一気に2本ドロップしました。そう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 。ドロップしないことあるんだ。ドロップ増加3で。どうするか。痛い。おー、やっぱ2本ずつ。そして全然ダメージ食らわない。全然ダメージ食らわない。よいしょ。さすがだな。やっぱドロップ増加3でも、頭が落ちない。別に、ウィザーを倒そうなんて、まあ、思ってないんですけども。いや、どうしようかな、こっから。どうしよう。汎用塞がなさすぎてっていう感じなんだけど。嘘ないなぁ。あと死にようがなくなったから、なんか思んなくはなってきた。死にようがないんですよね。正面にあんのかな、ちょっとわかんないけど、廃業さえめがけて、行きたいと思います。いや、ちょっとね、前回というか、前もやったけど、アンプリファイドの醍醐味としては、オーバーワールドの移動といいますか、ボコボコな道をね、まあ、うまいこと行くのが、景色を見ながらっていうのが、楽しいわけなんですけど。よいしょ。あ、ハイスありそうね。いや、わからんな。あ、ありました。はい、野菜。よし。こっから、クリアしていきましょう。いやー、なんかね、やっぱアンプリファイドもね、オーバーワールドとか、全部ボコボコなら、オーバーワールドだけじゃなくて、もう全部ボコボコならまあ、いいんだけどね。お邪魔します。待て。待て。手持ちが多すぎて。パールも、まあいいでしょう。オッケー。そうしたら、帰ってゲート作りましょうかね。鉄が結構あるので、頭にします。足にします。スニークします。ひえひえひえ。
今日の要素を忘れかけていた。まあ、帰れますかね。一応、14パールぐらい残して、14にしといて、よし。まあ、なんかね、足りなくなったらワンチャン、あるエンダーマンがあれば全然足りると思うし、よし、こっから、エンダードラゴン討伐。ここ戻って、こっちかな、ずっとこっちの方だ。いきます、ポン。こっちの方、こっちの方、こっちの方、持っていくか。何も怖くないし。何も怖くないし。ツルハシ壊れるのちょっと怖いかも。まあ、いいか。放ってまーす。放っていまーす。ドズるのもちょっとやだな。あれ?抜けました。なんということでしょうか。よいしょ。ポン。痛い。もうちょっと向こう。放ってまーす。一瞬びっくりした。マグマ出てきても大丈夫。そして、耐久さんの鉄鶴が、怖い。怖え。壊れるかそろそろ。耐久さん持ちますね。iPhone の充電ラスト 1% ぐらい持つな。よし、この辺でしょうか。もうめちゃくちゃ帰ってきた。めちゃくちゃ帰ってきた。よいしょ。処刑スポーン地点から、まあ、近い3つの地下要塞に、直で出るか分からんけど、直で出たことはないんですけども、そういう座標にゲートを作っております。さあ、こっち。あ、そうだ、アンプリファイルでした。今日の要素を2つとも忘れてるとこだった。よいしょ。あー、下行っちゃう。よいしょ。こういうところに建築とかしてみたいなぁ、と勝手に思っております。したいと思っても、なかなかやる気にはなりません。でけえもん。あ、これ見てすごい。これ水が。幻想的。水が上から滴ってる。滴るっていう規模じゃないな。すげえ。ベンダーパールで越すこともできないからな、これ。いや、これ何のバイオーム?いやー、まだこっちですね。どう行けと言うんだ、これ。ここからまあ、ブロックをふんだんに使って、地下要塞を特定していく。いやー、遠い。めっちゃ高いところから。エンドパル投げてみる。すごい移動距離になりそうだな。たけーたけーたけーし。たけーたけーしたけー。めちゃくちゃ高いとこ来た。あ、めちゃくちゃ高いとこにあるわ。待って、座標200に村あるんだけど。こんなところに、日本人みたいな番組なかったっけ?いや、こんなところに、村を発見しました。高さ127。え、これ雲だもん。ここが雲だもん。3。投げます。まだまだですね。18。一応逸れてるから。もうちょっと向こうの方なんだと思うけど。いやー。え ?244? マジ?本当に限界コード来たわ、これ。もしかしたらさ、普通に何ブロックか積めば限界コードじゃない?ほら!限界コードや。5マス積んだだけで限界コードってやば。ということで、みんなもね、アンプリファイド遊んでみてくれ、とは言わない。こんなところでサバイバル始められないよね。ちょっと待って、これ、下なのか上なのかめっちゃ気になるな。投げるか。はい。向こうの方でーす。向こうの方でーす。え、でも逸れてるからその辺なの分かってるんだけど、水バケツチャクチャは無理だわ。下手したら200マスとかでしょ、これ。あら?ここはどこ?もうちょっと平たいところで投げたいなぁ。次を。あ!そこだ!やった!ギリ平らなところでよかった。ここだ。このチャンクかな?あ!ここだ!やったー!やっと見つかって、本当に。正直かなりかかっておりますからね。どこまでカットされてるか知りませんが。さあ、まあ、ここからは普通のエンドラ討伐です。申し訳ないが。ちょっと強い剣を持ってるぐらいだ。行きましょう。ああ、やっ、来ました、来ました。最初の高さが高すぎて。いや、このボコボコは多分、普通にボコボコなだけだと思うけど、ボコボコだな。そこか?なんか明るいが。ありました!3。よ。じゃん。おぉ。嘘だろ?パール使っちゃったよー。ブロック持っててよかった。ブロック持ってなかったら、積んでたわ。そういうチートを今日使ってないんだよ。空を飛べるとか。よいしょーん。
まあ、いやもう、チートなんかに頼りません。ベッドで倒します。でなんかね、ベッドばっかしないでほしいみたいな声がね、たまにあるんですけど、いや、正直、そんな、安全にエンドラをクリスタル破壊せずに倒せる方法をなぜ使わないのだっていう話ですよ。ベッドワーカーは正義ですから。目が合いましたかね。また、来い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 。そう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 。乗れよー。あなた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 。はい、ドロップしました。2個。あとはエンダードラゴンを待つだけです。こんなに平らな真ん中のところ見たことないぐらい平らなんだけど。さあ、そして降りてこない。そして降りてこない。じらすねー。やっぱね、皆さん、まあ、チート好きでいらっしゃいますと思いますけど、チートよりね、普通にやった方が早い。その後、ちょっとそんなにチートばっかしとっていいんかと思った方は、ぜひぜひ、なんか鬼畜な縛り企画など、コメント欄に書いていただけるとありがたいです。よかったら、動画のネタをお恵みください。さあ、降りてくるか。降りてこない。はぁ、あ。いやー、最近ね、ドズル社長からのクエスト配信してるんですけども、なかなか自己ベスト出ません。自己ベスト出る出ないの、瀬戸際でこんなことされたらもうたまったもんじゃないからね。早来いやもう。多分50デシベルぐらい上で叫ぶ気がするもん。なんか約5分ぐらい待ってる人がいるでしょうか。来ました。来ました、エンダードラゴン。クリア、クリアです。ありがとうございます。まあ、特にね、あー、束縛の匂い。はい、まあ、特にアンプリファイド以外、しゃがむといいエンチャントがつく世界ではありましたが、まあ、あんまり要素紹介しきれずというか、簡単にしきれてしまったがゆえに、ただエンドラ倒す動画、倒すだけの動画になりましたが、さあいかがだったでしょうか。こんな感じのワールドでのエンドラ討伐でした。また次回をお楽しみに。ご視聴ありがとうございました。19時半から毎日配信中。よければ高評価、チャンネル登録お願いします。次回の動画もお楽しみに。うん、バイバイ。